競技にモノモス私はババーーーーチチャルユュのモノモース今日はね、ソフトバンクの契約公開について話をしていこうと思うの。みんなは金の話題も興味津々だよね。それじゃ、行ってみよう。まずね、近況から話し始めるよ。ソフトバンク野球チームのお見盛り大気ないやはね、なんと契約公開を保留したの。金額は少し下がったって。今年なんて、4人が保留を選んでこんなことは11年ぶりだって。球団としては3位であまり良くなかったから、査定がきつくなっちゃってるのかな。ミカサ GM は言ってるの。選手たちの自己評価と中断査 にズレがあるってでもね、これって重要な話。選手が自分で納得しないと、プレイにも影響するでしょだから交渉は時間をかけて、気持ちよくできるまでやればいいの。その権利は尊重されるべきだし、チームのためにもいいことだよ。でね、ファンのみんなはどう思ってるかっていうと、海森選手の振る舞いに不満がある意見もあるけど、保留するのは当然の権利だって声もあるの。選手が納得してないトライ期のモチベーションに影響するからね。確かにそうだよね。具体例を挙げると、他の選手は昇級したり、触ったりしてるのよ。でもね、チームの成績不振 あるから全体的に厳しい雰囲気はあるのだけどここで選手たちの武力が評価されるべきでそれは交渉に反映されるといいんじゃないだってオリックスも追い上げてるしねここでしっかり自分の価値を高めて次のシーズンに向けてのモチベーションにもつながるはず選手と球団がウィンウィンの関係になればファンも嬉しいよね結論としてはね選手は自分の権利をちゃんと行使して納得がいくまで球団と交渉すべきだよ球団ももちろん選手のことを考えてるからさ二人三脚でさらに良いチームを作るためにもオープンなコミュニケーションはちょう 大事だよね。それじゃ、最後にもう一回、球団と選手の交渉は、選手が納得するまで続けられるべきだってこと、忘れないでね。動画、楽しんでもらえたらいいな。みんなのコメントも待ってるからね。それじゃ、バイバイ。